そうですね。消す。聞き慣れない言葉ですね。コーヒーだけじゃなかった。おでも大丈夫ですよ。入りましたです。なんか頑張って。歩きます、はい、お願いします。今日はお店までの道順をお伝えします。さん、これ絹鍋橋とかの駅からだったらどれぐらいかかるんですかね。どれぐらいかな、10分ぐらいですかね。10分ぐらいですか。どうでしょう、ゆっくり歩いたらもっとかかります。そうですね、そうですね。もうちょっとかかる。あれです、畑、畑じゃなくて田んぼがあります。これはなんて言ったらいいですかね。置いてます。はい、全部100円です。はい、100円。終わったカイロください。はい。ミックスカフェやってますね。そうです。使い終わったカイロ集めてリサイクルしております。なるほど。はい。今はもうこれがなんちゃらがいっぱい貼っております。大変な時期ですね、はい。頑張っていきましょう。はい。皆さん、今はあの閉店の状態ですので。このように椅子が上がっております。はい、椅子が上がってる。はい、オリジナルブレンドのコーヒーもあります。いらないですか。1つ150円です。150円。はい、ぜひご利用ください。美味しいんですかね。美味しいです。めっちゃ美味しいです。そうですか。はい、今日は毎日飲んでおります。今日はオリジナルブレンドのご紹介でした。全然、はい、大丈夫ですよ。ちゃんと入りましたでする。カスカラシロップでございます。カスカラシロップって何ですか？カスカラシロップはコーヒー豆から作ったシロップなんですけど、すごく
さっぱりしていて、うん、チャイなどにしていただいてもいいし、ヨーグルトにかけていただいて食べてもとっても美味しいです。お、いいですね。はい、ちなみにこんな方々がお作りになっています。それはどこの人ですか？こちらの方たちはイエメンの方ですね。イエメンってアラブですよね。はい、そうですね。今大変な状況の中頑張ってお作りになっているので、皆様ぜひご利用ください。お値段こちらです。はい、1700円。よろしくお願いいたします。はい、それから今は何をやっているかといえば、はい、じゃじゃーん大変なことになってますね。はい、はい、今もしてます。これは何の生地ですか？これはですね、なんと着物の生地を一生懸命着物をみんなでほどいて生地に直して、玉に直して、はい、縫いしてこんなものや、はい、いろんなもの、はい、トートバッグですね。あ、でもこれはまだ途中の状態です。はい、途中の状態です。あ、でもそのポーチ可愛いですね。はい、あとね、生地もいろいろあります。ほら、なんかこれヘビ柄みたいでよくないですか？なんかボンドっぽい感じが。おしゃれなんですよ。なんかいいですね。はい、なんかこんな着物があるんだっていう。こんなにいろいろできました。まだまだ続々と出来上がりますので、すごいすごい楽しみ、はい、でこれがオリジナルの何個ですかね。オリジナルのロゴハンコですけどね。ハンコロゴ、はい、タグ、はい、そんな感じです。なんかいいですね、シンプルで、はい、今日はお感じ、はい、一生懸命みんなでそんなものを作っております。はい、これから先どんどんオリジナル商品出来上がりますので、よろしくお願いします。はい、今後ともウィンクスカフェをよろしくお願いいたします。